と事件、心よりお詫びを申し上げます。二度と起こさないために、切って今度こそ自民党の絶対多数に歯止めをかけて、そして深刻な反省を求める時であります。そしてまたですね、この参議院選挙は歯止めをかけるばかりじゃありません。さらに逆転の機会だと思います。あなた非常に言われているんですけども、どうしてこんなに怖い怖いって言われるんでしょうか。これはね、戦前の暗い時代、天皇中心のあの戦争の時代のね、この間違った考え方を未だに自民党が引き継いでいて、それをまるでね、極悪な犯罪者の集団扱いでしょ。何やってもね、合法定義できない。で、何が罪だったのかっていうと、侵略戦争に反対したこと、主権在民の民主政治を主張したこと、国民の自由と生活を守れって言ったこと、これが罪だっていうわけですからね。私たちは、私なんかも前にですね、その共産党員であるというだけで特攻警察の拷問にあって殺された小林武二というね、大変優れた音楽家だと思うんですが、舞台でやったことがあります。当時の民主主義とか自由とかをこう全然認めなかった権力が本当は怖かったんだということをつくづく感じたんですけれども、そうですね。そして今世界に通用しないそういう考えを未だにね、振りまいている自民党が怖いですね。組合形成に参加し、その後別の会社では今度は私にかけられた首切りを撤回させるために戦いました。共産党の連中も何ら支援をしてくれませんでした。私は社労党こそ労働運動の原則に立つ政党であると確信をしております。共産主義というのはやはり党の言うことを国民が聞かなければ、戦車を出してあるいは機関銃で国民を撃ってしまう。これは国民が政府にこういうことをやってもらいたい、もっと民主化してもらいたいっていうふうにお願いをしました。するとこれを弾圧したわけですね。ところが、があるんですね。そうですね、たくさん出てきました。よく似たのもありますね。まあね、日本人であってそのしっかりした信念と確固たる政策をね、掲げて選挙に臨む、これはもう当然のことであって、何もね言うことはないです。ただまあ私がちょっと首をかしげるのはですね、政党として選挙に臨むんだから、1年か2年前ぐらいまではですね、前にはですね、もう政治活動やってなきゃ本当はおかしいと、参議院選挙直前にね、もう非常にたくさん出てくるというのは、これをね、その水の中の富士山から本物の方の富士山、まさに今世の中がそれと同じような図式 で私自身がふっと感じたらね、まあこれは今が出番じゃないかなという気がしたのと、どっかこの辺からね、天の声がかかったんですね。天の声がかかりました、ね、リクルートの消費税という問題もこれは避けて通れませんからね、まあプロレス流で言えばですね、とにかくリクルートに関しては何でしょうかね、逆十字型というかね、逆十字型がっちりし、ね、もうこんなことがあっちゃいけないと思うし、だからまあ消費税に関しては私もアメリカへ行ったりですね、外国に行った時に甚だ本当に計算は遅いしね、小銭はもらうしね、で今やはり子供が100円玉持ってね、買い物行ったらね、100円で買えなかったとか、こういう問題があるわけですよね。だからまあこれはもうズバリ言って、私は円錐切りかなんかでね、切って落としたい、バーッとね切って落としたい感じですけどね、猪木じゃダメなんです、無効になってしまうんですから。猪木だと無効になってしまう。だからスポーツを平和に入れてくださいということで、そうですね、皆さんにお願いしておかないと ね、お願いして歩いてますけどね、はい、スポーツ平和で猪木は無効になりますんで、もう情けないのを通り越して腹が立って仕方がありませんでした。答弁の内容ももちろんですけども、それ以上に質問する内容、それに私たちが申し上げたいのは、本当に今の政党政治家、悪口言うのは簡単なんですね。でもじゃあそれに代わって本当に国民大多数のための政治をやるためにはどうすればいいか、これが問題だと思うんです。私たちはその方法は一つしかないと思います。それは私たち国民一人一人がもっと具体的に自分のお金とから時間の少しを割いてですね、政治に参加をしていくことだと思うんです。もし今取り方と使われ方という今皆様の関心の深い問題に関わるところでですね、私たち NPD の政策主張を、日本は47の
知事と47の議会であります。これは明治4年の廃藩置県で府県制ができ、明治23年に現行の区割りになったままであります。それ以前は283の1万石以上の大名の覚醒の感があります。瞬時にして電波が全国をカバーする今日、自動車の中からニューヨークに電話ができる時代であります。確かに明治以降、府県制度は近代日本への成長に大きな貢献をしてまいりました。の広がりを考えますと、国中が権限の確立、責任の確立を進めます。同州制の実現とともに、同州の地場産業、そして中小企業、農林水産業にも力が入ってまいります。日本はそして加工業国であることを忘れてはなりません。愛する県政治がなくなり、戦争も原爆もなく、子供や老人も幸せになり、台所もどんと豊かになります。最後のチャンスです。よなおし党へ投じてください。今回の選挙の時に戻りますが、中曽根内閣はその時に絶対に大型間接税はやりませんと言って自民党大勝利となったのです。これは働く旦那様を送る時には行ってらっしゃい、お元気で、爽やかな声で送り、そしてまたにこやかな笑顔で送り迎える。子供たちもじゃあ行ってきます、元気でね、気をつけてね、こういう明るい家庭から社会の昔の方はよくなさったと思いますが、てるてる坊主てる坊主、明日天気にしておくれ、やっぱり可愛い歌ですね。東京に原発を、議事堂を可能にする男文次郎、今すぐ原発を止めたいと思っている人、そうあなたです。私に下駄を預けてください。私は絶対誰にも下駄は預けません。おじいちゃんも鳥たちが生きて飛び回る空をあなたに残しておいてやれるだろうか、母さんは目を閉じてごらんなさい、山が見えるでしょう、近づいてごらんなさい、拳の花があるでしょう。子供たちの未来のために原発いらないって書いてください。私は安全な食べ物や有機農業の普及、脱原発、リサイクル、福祉など様々な分野の市民運動を母体として成立している団体であります。また緑のネットワークは晒されております。緑の党はあらゆる人々とあらゆる国の人たちと力を合わせ、核による地球破壊、化学物質による地球破壊に断固反対し、生きて食事をしても皿を洗わない、お風呂に入れば下着を脱ぎっぱなし、結婚すれば子供を産ませっぱなしで、子育てには大多数の男性が参加しない、そして自分の両親の介護さえ妻に任せっぱなしというのがほとんどです。寝たきり老人の介護の9割までが嫁、妻、娘と呼ばれる女性の手で担われているという事実がこれを端的に示しています。
家庭だけではありません。エネルギーを確保するといっては知らず、おかげで海底には原子力潜水艦や水爆搭載機の残骸がゴロゴロ、宇宙は人工衛星やロケットのかけらでいっぱいです。毎日の暮らしや自分の生命より経済効率だけを優先させ、過労死で死んでしまう男性たちに政治を任せていたら、日本は、そしてこの地球というデリケートな星、国民は利己主義的な解釈しかしていないと私は思います。消費税は悪税なりの意識のみが浸透して一人歩きしております。しかし私は皆さん方に問いたい。消費税導入と同時に実施された所得税の減税、物品税の廃止、その他の減税に対して何の声も起きてこない。これでは即利己主義のまさに見本ではないでしょうか。すなわち利己主義の懐が痛む者には反対する、自己の利益になる者は賛成する。国民のこの意識をまさに戦後体制の沈みであり、この意識が変革されない限り我が国の前途は暗淡たるものとなることは火を見るより明らかである。農業はまさに自衛する必要があるのではないだろうか。何でもかんでも政府自民党に任せておけば自分たちの農業は守られるという時代は過ぎ去ったと思います。さて皆さん、戦後四十数年に及ぶ我が国の教育はまさに文部省と日教組の叩く子供への愛といたわりよりも憎しみ奪い合いで教える革命闘争の教育は、日教組によって道徳教育に代わるソ連式集団主義教育として生活指導に導入したのです。これがいじめの原点になり、子どもたちの心は荒廃し、さすが国旗国家に反対しているのはご承知の通りです。日の丸は日本の国旗です。君が代は日本の国家です。国のシンボルである国旗や国家をおろそかにする教育がどこの国にあるでしょうか。今や日本の誠の心を忘れた日本人は諸外国から袋叩きにされ始めました。子供より自分の利益を求める日教組の反国家教育から子供を取り戻し、地域、特育、体育のバランスの取れた抜本的な教育改革、国民の血税で無用の長物を養っておくわけにはいかないのであります。大義士シャレ神戸余剰論、カーボンコピーの参議院議会を廃止し、 国会議員200名程度の一員制とする、国民の人類の生存第一への切符をかけ、人々への思いを念頭に行動したいと思っております。人間と日本を動かし世界を動かす人間と人類の生存第一への切符をかけ、人々への思いを念頭に行動したいと思っております。最後に、人間とをよろしくお願いいたします。現行憲法が占領統治下、米国の重圧のもとに押し付けられた屈辱権利の防衛を依存し、独立国家としての防衛意識を忘れ去り、個人の権利のみを主張し、経済成長の上にあぐらをかき、水と安全はタダであると、そのような妄想を抱いておりますが、自分の国の自分で守る、自分の国を自分の手で守ろうとしない国民を他の民族が血を流してまでも守ってくれるであります。日教組による歴史、伝統、文化はもちろんのこと、国家そのものを否定する教育勅語という素晴らしい教育指導原理があります。この教育勅語こそ教育改革、教育の圧政に苦しむ8億の人民解放を推進し、中国の春、ビルマ、カレン民族などの反共民主グループや団体を全面的に支援し、アジアから悪の根底であります共産主義を一掃する、徹底的に汚染された現在、その3要素を正常21世紀に
美しい命を残すことのできる手段なんです。さてそこで私が今その条例法の型を皆さん方にお見せしよう、こう思います。世界条例会の会主野沢明一会主が条例を行った時はこういう条例です。お分かりでしょう。私は会主の代理です。代理の条例はかもしれません。これは冗談。この条例は無害簡単超宗教、こういう特徴を持ったものです。そして世界飯焼きを教祖岡田明主様から我が会の会主野沢明一氏が受け継ぎ、人間浄化のもと太陽からの特殊光線を吸収し、これをこの条例の方法によって皆様方に分け与える、自分たちでも受けることができる、この方法なんです。お分かりになりましたでしょうか。報道では君が歌って今から45年前におじいちゃんやおばあちゃんが焼きの腹をこれだけ立派につけたおじいちゃんおばあちゃんありがとう、お父さんお母さんありがとう、何も言わない。教育局はまた日本の国家で君になりでよかった。私たちは日本のこの国を誇りとして日本に生まれたことを感謝する。どうもありがとうございました。日本人行く行くって言います。与えましょうっていうわけですね。ゴーゴーっていうわけですね。だから西洋人と日本人のそのセックスの違いっていうことを思うんですが、日本人はそのまだ化石のようにそのよがり声を残しています。行く行くっていう言葉です。それは人に物を与えるっていうことです。でセックスの体でも農耕民族は上下運動しかしませんでした。それが円を描いたり斜めに彫ったりいろいろな形にしたのは西洋が生んだ上流階級の特権がこしらえたセックスがエクスタシーじゃないわけです。あらゆるものが平等に生きられる、それこそ気持ちの栄っていうことなんです。それをどうかこのことをご理解くださいまして、国家にエイズウイルス、あ怖い恐ろしいのはあどうせ愛、麻薬常用するじゃない、怖い注射の回し打ち、それ怖い注射の回し打ち、はぁいましょうこの怖さ、エイズ検査は雨音で受ける、本当になくそう成功がいい、性の吐け場は平井心、それ性の吐け場は平井心、性病予防のそのためにゃ、思い切ったる果てを打たにゃ、結婚するのも血の検査、証明なければしちゃいけぬ、それ証明なければしちゃいけぬ、はあ食と性とは切実よ、避けて取れぬあむしできぬ、地に足つかぬ人権論、性の公害なんとする、それ性の公害なん